ああ、仕事行きたくないな。でも準備しなくちゃ。え、この顔どうしちゃったの？今日は大事な会議があるっていうのに。とりあえず前髪から巻いて、髪も結んで、洗顔準備完了。私のデイリールーティーン、はじめはクレアスリッチモイストフォーミングクレンザーで洗顔。まずぬるま湯で顔を十分に濡らしてから、フォーミングクレンザーで柔らかく円を描きながら洗顔するよ。タンパク質の構成成分であるアミノ酸系の洗浄成分が、寝ている間に出てくる余分な皮脂や角質を刺激せずに除去してくれるの。さらに T3 毒ダミエキスなどが配合されていて、トラブル肌の鎮静にも効果的なの。30秒程度泡でマッサージした後はぬるま湯で洗い流そう。スキンケアの最初の段階で必要なのは、クレアスサプルプレパレーションフェイシャルトナーとトナーメイト 2-in-1 コットンパッド。まず圧縮コットンにトナーを浸して軽く拭き取りながら肌のキメを整えよう。クレアスのトナーはセラムのようなしっとりとマイルドなタイプのトナーだから、油分が少なくて吸収が早いの。乾燥した季節にも肌の突っ張りを解決してくれるクレアスのベストセラーなんだよ。次にスポンジコットンにトナーをもう一度浸して軽くパッティングしながら肌に吸収させると、肌の pH を弱酸性に合わせてくれるから、次のステップで化粧水が肌に入りやすくなるんだよ。実はベースメイクを長時間維持する秘訣は、肌の内側にしっかりと満たされた水分なんだって。スージングセラムは肌の熱感を下げて赤みを改善し、肌の中に潤いをたっぷり満たしてくれるの。水分感もたっぷりで、肌の内側への吸収も早く、さっぱりと仕上がるのが嬉しいんだよね。化粧の量を良くするのに重要なのは、まさに油分と水分のバランスがちょうどいいクリームを使って基礎をしっかりと仕上げること。スージングクリームを指で豆粒ほど取って、顔にまんべんなくつけた後、しっかりとなじませ、両方の手のひらのぬくもりで包むようにしっかりと吸収させるよ。乾燥した頬や顎にはもう一度取って重ね塗り。このクリームは敏感で刺激を受けた肌の鎮静と保湿にも役立つし、熱感のあるお肌の温度を下げてトラブルの予防もしてくれるの。シアバター、セラミド酸、リピジュアなどの効果的な保湿機能性原料を配合しているから、オイリー感やベタつきなく、肌に快適な保護膜を作るようにしっとりと滑らかに仕上げてくれるんだ。そして健康で完璧なお肌の基本中の基本は、まさに日焼け止め。紫外線カットと熱のブロック、肌の保護や鎮静まで同時にしてくれる日焼け止めローションを少量取り、スポンジで肌に薄く伸ばして塗るよ。おでこ、鼻、頬骨と顎などにはもう一塗りして伸ばそう。しっとりと軽いテクスチャーなのに、塗った後のオイリー感やベタつきがなくて、さっぱりと仕上がるの。パフで持ちクッションを取り、肌にまんべんなくパッティングしながらなじませるよ。薄くて軽いのにカバー力が高くて、赤みやくすみなどを自然にカバーしてくれるんだ。滑らかで健康的なツヤ感のある肌が完成。ナイトルーティン。あー疲れた。はあ。今日も一日よく頑張りました。早くお風呂に入って寝なきゃ。まずは顔の汚れを拭き取ってくれるクレンジングオイルとコットンを準備。圧縮コットンをぬるま湯で濡らして一度絞った後、濡れたコットンにオイルをワンツープッシュして絞るよ。
目と唇のポイントメイク部分にしばらく置いてから優しく拭き取ってポイントメイクを落とそう。もう一度濡れた圧縮コットンにオイルをワンツープッシュし、まずは一日中顔にたまったホコリを拭き取るよ。その後クレンジングオイルを手に取って顔全体に円を描くようにマッサージしよう。皮脂の調節や鎮静効果のあるブラックビーンと抗酸化成分が含まれた天然オイルで構成されているから、敏感肌でも刺激がなく、メイクやブラックヘッドと皮脂、老廃物を溶かしてくれるんだ。約30秒から1分間優しくマッサージした後、ぬるま湯で洗い流すよ。水によく溶ける浸水性タイプだから綺麗に溶けて、しっとり感のみが残るの。オイル洗顔後はチャコールソープでダブル洗顔をしよう。石鹸にぬるま湯をつけて黒くもちもちした泡を作り出した後、顔にまんべんなく塗りマッサージするよ。炭パウダーが顔の角質を除去して、モロッコ産有機能ガスールが皮脂と残った油分を吸い取ってくれるから、毛穴のディープクレンジングと肌トーンの改善にまで役立つ優れもの。お肌の鎮静と保湿のためにパームオイルと黒砂糖が配合されているから、クレンジング後もさっぱりするんだ。それじゃあ肌が濡れた状態でスキンケアを始めるよ。メイクのクレンジング後は必ず圧縮コットンにトナーを十分に浸して、肌に残ったメイクの残留物や老廃物を除去して肌をきれいに仕上げてくれるよ。その後トナーを手に取って肌にパッティングするよう吸収させてあげると、次のステップで化粧水の吸収に役立つんだ。輝く肌のための秘密、敏感肌でも安心して使うことができる低刺激ビタミンセラムを塗ってあげる番。3、4滴程度頬とおでこに落とした後、指で優しくまんべんなく伸ばすよ。手のぬくもりを利用して肌を柔らかく抑えるようにマッサージしながら吸収させてみよう。角質を溶かしてくすんだ肌の色は明るく、色素沈着した肌とニキビ跡を改善してくれる製品だよ。毎晩継続して使うだけで健康で輝く肌に導くことができるんだ。残業をしても疲れない顔を作ってくれる第2の秘密は、まさにビタミン E マスク。ビタミン C セラム使用後にスパチュラで取って肌に薄くまんべんなく塗るよ。プリンのようなクリームを指先の熱で溶かし伸ばしながら塗ると、肌の上で溶けながら均等に密着する不思議なクリームなの。スペシャルケアのためにスパチュラでもう一度取って重ね塗りするとスリーピングマスクに変身。ビタミン C セラムの吸収力を高めてくれて、保湿感も8時間以上持続させてくれるから、夜の間に明るくしっとりとした弾力のある肌に導いてくれるの。じゃーん、健康に輝く肌の完成。私が準備したナイトスキンケアルーティーンはここまでだよ。みんなおやすみ。